久々の休みだ。何しよっかな。お買い物に行くか、お部屋の掃除をするか。まあでも何もしないでのんびりするのもいいか。え、仕事の電話だ。休みの日なのに何だろう、嫌な予感しかしないんだけど。はい、もしもし。え、3桁間違えて商品を発注してしまった。1桁ならまだしも、3桁って何やってるの、バカじゃないの。しまった、つい感情的になってバカだなんて言ってしまった。フォローしないと。バカじゃないの。もちろんいい意味で。よし、とりあえず落ち着いて、あとは私が何とかするから。さあ、今から休みを満喫しようっと。はい、もしもし。また発注ミス？しかも今度は4桁って、バカじゃないの？しまった、つい感情的になってまたしてもバカだなんて言ってしまった。フォローしないと。バカじゃないの？でもね、そういうバカがいないと世の中面白くない。よし。はぁ、さすがにもう大丈夫でしょ。もしもし、また発注ミスでしょ。今度は何桁？ 5 桁？ 6 桁？ え？違う？今夜みんなで飲みに行くから一緒にどうですかって。ごめんなさい、勘違いしちゃって。本当私は早とちりでバカよね。もちろんいい意味で。